野本とは、岡山県岡山市南区出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学1年生でソフトボールをはじめ、岡山市立香る線中学校では、軟式野球部に所属。岡山南高校では、1年夏にレギュラーになると、2年春に県大会優勝、中国大会ベスト4。秋からは4番として定着するが、3年夏の、 県大会では2回戦で敗退し、甲子園の出場経験はない。駒沢大学に進学。野球部では、東都大学リーグ通算66試合出場、222打数71安打、打率、327本塁打、36打点。1年春からリーグ戦に出場するが、股関節と腰を痛めて2年春までは、出場機会がなく、 レギュラーに定着したのは3年春から。3年の時には中日で同僚であった、荒井良太と3番4番のクリーンナップ、1年遅れで同僚となる、大島洋平とは、宇宙観をそれぞれになっていた。大学4年時、世界大学野球選手権大会のリーグ戦4試合で、首位打者を獲得したのを皮切りに、インターコンチネンタルカップ、アジア大会の2大会にも、 日本代表として出場する。また、東都大学リーグでも、春季の1本塁打から、秋季は5本塁打を記録する成長を見せ、通算でも3度のベストナインを獲得するなど、ドラフト上位候補に値する活躍を見せたが、野本は、早くから日本通運への入社を内定させていたため、プロの球団は、指名を見送るほかなかった。日本通運では、 入社1年目の2007年から外野のレギュラーの座を確保して活躍し、都市対抗野球、日本選手権に出場。同年台湾で行われたアイブフワールドカップにもアマ、日本代表として選出され、アマチュア、日本代表の外野手の座を不動のものとする。2008年もチームの主力として、都市対抗野球、 日本選手権の両大会に出場し、ジャバ北海道大会では MVP に選出された。日本通運在籍中の2年間で体重が 5kg 増加し、トーナメント戦での一発勝負の厳しさを学んだことで、精神面も成長。プロからは即戦力として高く評価された。同年のドラフト会議で、中日ドラゴンズと東北楽天ゴールデンイーグルスの1位指名が、 競合。抽選の末に、中日が交渉権を獲得した。その後、12月4日に中日と契約金1億円、年俸1500万円で仮契約し、入団。中日は、落合博光監督が、直々に一位指名を命じた。2009年の春季キャンプでは一軍メンバーに帯同オープン戦では終盤に左足を痛めて、戦線離脱したが、 開幕一軍入りを果たす。4月3日の開幕戦で5回に、井上和樹に代わって、右翼手で公式戦初出場。翌4月4日には、スタメン出場し、初安打は、ライアン・グリーンから放った、本塁打であった。チームが勝利したため、プロ初のお立ち台、ヒーローインタビューを受けるデビューとなった。その後、6月9日に開幕時から一軍に、 帯同していたことによる疲れのリフレッシュなどを理由に、一軍登録を抹消された。7月3日に一軍に復帰。クライマックスシリーズでは、第1ステージには同点を阻む、後編球を見せたり、第2ステージには、相手チームを突き放す三卵本塁打を放ったりと、攻守にわたる活躍を見せた。11月5日、この年で現役を引退した井上がつけていた。 背番号9を継承。またシーズン終了後には、プロ2年目の選手としては、異例の選手会会計にも任命された。2010年は、外野のレギュラー定着を狙ったものの、打率。218と打撃不振で、アンダ52に対して、三振53と、三振がアンダ数を上回る結果となってしまった。18打席連続無安打など、 長期不振も多かったが、一年間一度も登録抹消されることなく一軍に帯同し、本塁打は前年の倍になる4本とパンチ力は披露した。巨人の東野俊と相性が良く、8月18日の巨人戦にゼフ不調だったにもかかわらず校長だった、どの上強し博を外してまでスタメン起用され、試合を決める2点タイムリーを放ち結果を出した。 クライマックスシリーズファイナルステージ第3戦では、代打で登場し同点に追いつくにラン本ンイ打を、打っている。2011年はキャンプから2軍スタートで、初の開幕2軍スタートとなった。しかし、4月30日に1軍昇格。当初は、中堅守としての出場が多かったが、ジョエル・グスマンの不死にや、ドニ・ブランコの怪我などで、右翼守としての出場が多くなる。 シーズン後半は、中堅守、大島洋平、右翼守、平田良介の起用が多く、控えに回ることが多かったが、和田和弘が登録抹消された際は、左翼守でのスタメン起用もあった。最終的には、大島や平田に水をあけられてしまい、打率、226、2本塁打、15打点と、またしても、物足りない成績に終わった。前年同様三振数が、 アンダ数を上回った。2012年はキャンプは一軍スタートだったが、終盤に右ふくらはぎの筋膜炎で開幕は2軍で迎える。4月14日に一軍昇格するが、25日に山崎武史と共にインフルエンザ B 型に感染していたことが判明し、登録抹消された。その後、松井祐介と一軍に昇格した。 試合を決める二塁打を打つなど序盤は好調で、スタメンもあったが、平田の復帰、土の上強し広しの対等により代打出場がある時になり、プロ入り最低の49試合と物足りないシーズンとなったが、貴重な左の代打として活躍。打率は自己最高を記録した。2013年の春季キャンプは2軍スタート。キャンプの途中で一軍に合流するも、 開幕は2軍で迎える。4月17日のウエスタンリーグの阪神戦で負傷し、右肋骨を亀裂骨折するも、5月7日のウエスタンリーグの阪神戦で試合復帰した。5月10日に1軍昇格。しかし、その後は結果を残せず、1軍に定着することができず、プロ入り最低の14試合出場に終わった。契約公開では、 減額制限いっぱいの25%減の600万、減1800万円でサインした。また、高橋周平と背番号を交換する形で9から31に変更した。選手会会計を退任して、選手会副会長に就任した。2014年の春季キャンプは一軍スタート。キャンプではずっと一軍に帯同し、オープン戦でも結果を残し、 開幕一軍入りを果たした。4月1日の阪神戦にて8回に代打で出場し、自身3年ぶりとなる3乱本塁打を打った。しかし、調子は長続きせず、またしても物足りない成績に終わった。2015年は激化した、外野で争いの中で出場機会を確保できず、わずか9試合の出場に終わった。2016年は開幕を2軍で迎えたが、 4月29日に1軍に昇格。左の代打として48試合に出場した。2017年は代打要員として出場した。しかし前年より出場機会が減少した。2018年この年より内野手登録となる。シーズンはほとんど2軍で過ごし、8試合の出場に止まった。9月27日。 今季限りでの現役引退を発表した。9月29日の阪神戦で、朝尾拓也と共に引退試合とセレモニーを開催。最終打席は8回裏、岡田俊也の代打で登場。藤波慎太郎と対戦し一頃で現役生活を終えた。12月2日、自由契約公示された。2019年より、中日球団のスカウトに就任。中国。 四国地区の担当として活動している。2009年に一軍打撃高知県内野手として野本を指導した辰波和義は打撃の際に腕が伸びてしまうことによって速球に苦んでいると分析している。その反面反速球には強いという。50メートル走6秒1の瞬速だが、投塁は通算1個。守備面では玉際に強く、 2011年5月26日の日本ハム戦で糸井義雄の宇宙間への抜ければ二塁打もしくは三塁打という打球をダイビングキャッチ。勝利につながるプレーを見せた。落合博光監督からもすべての流れを作ったのは野本のダイビング。それに尽きると絶賛された。また、弱肩ではあるが、送球は正確。同学年であり同じ外野手である。 長野久吉を大学時代からの良きライバルとして挙げている。大学時代、長野は日本大学に所属しており、共に東都大学リーグでプレー当時は長野が4年時にリーグで10年ぶりとなる2期連続首位打者を獲得しており、野本も前述の好成績を残していたとはいえ、長野の影に隠れる形となっていた。社会人時代も、 長野はホンダに所属し、同じ埼玉県に加盟するチームで戦ってきた。一方、日本代表では、長野と同じチームでプレー2006年のアジア大会では、全員が、プロ野球選手の韓国を相手に、野本が、龍剣ぶりから、タイムリーヒットを打ち、長野が、五のボルカンから、サヨナラ本塁打を打つ活躍で勝利に貢献。チームメートとしてプレーして以来、 グラウンドを離れれば親友のような関係である。プロ入り2年目の2010年からは個人応援歌が作られたが比較的曲の内容がオーソドックスなものが多い中日の選手では珍しいタイプである。さらに2011年に入ってからはガイアスタンドでサッカーのように飛び跳ねて応援している一角も見受けられていた。2015年からの個人応援歌は 生沢祐一の人息ききながらの替え歌である。引退試合に際しては、浅尾拓也が引退会見を行った後に打席に立つように依頼されたが、野本自身は拓の邪魔をしたくないとの理由から最初は断った。しかしその後、浅尾から改めて一緒に出ようと提案されたことで、同じ日に引退試合が行われることになった。ありがとうございます。